ファタハはパレスチナの政党。1957年パレスチナ独立を目標としてヤーセル・アラファートにより設立されパレスチナ解放機構に加入した。透明のファタハはアラビア語のパレスチナ民族解放運動の頭文字を逆に綴った言葉。アラビア語で征服や勝利との意味もある。1957年1月1日に シリアの支持のもとに設立。初代議長はヤーセル・アラファートで当初はヨルダンを本拠地にイスラエルへの武装闘争を繰り返し、1966年にファタハはサム事件を起こして第三次中東戦争の引き金となったことで有名となった。1967年に パレスチナ解放機構に加入して1969年にはアラファートがエジプトの後押しで PLO の議長になったことで PLO 主流派となるも翌1970年に同じ PLO に属するパレスチナ解放人民戦線が起こした PFLP 旅客機動時ハイジャック事件が契機となったフセイン一世国王によるヨルダン内戦の結果ヨルダンから追放され レバノンに本拠を移した。また、ファタハは、ミュンヘンオリンピック事件で知られる秘密テロ組織黒い9月を結成した。しかし、1980年代には、欧米の支持も背景に恩恵路線へ転換した。実地政府成立後は長らく与党の地位にあったが汚職が指摘され、2006年1月のパレスチナ、評議会選挙では、ハマースに敗れ、評議会の過半数を奪われた。 しかしファタハのマフムード・アッパースは引き続き、自治政府大統領の地位にあり、コアビタシオンの状態となった。また、イスラエル・アメリカ合衆国は、ハマースを相手にせず、引き続き恩恵派のファタハを交渉相手にすると宣言。軍事面を含む援助を行った。2007年3月17日、ハマースとの挙国一致内閣が成立したが、両者の構想は断続的に続いた。 6月11日、ハマースがガザ地区の選挙に及んだことで、アッパースは一方的に内閣の解散を宣言。ハマースを排除した新内閣を組織したが、ハマース側は当然これを認めなかった。以後はパレスチナはガザ地区を領するハマースとヨルガン川西岸地区を領するファタハの分裂状態となった。 2012年10月にヨルガンガ西岸地区のみで実施された地方選はハマースがボイコットしたため事実上のファタハへの新任投票となったが主要都市で敗北した。ファタハ創設メンバーの一人でアッパース大統領の上級顧問でもあるハーニー・イ・アル・ハさんはアルジャジーラの取材に対し米国とイスラエルがハマースを潰す計画に追従していると内部批判した。 アッパースはハサンを解任し、またハサンがハマースのクーデターに協力したと批判する幹部もあった。なお武闘派のイメージが強いにもかかわらず、欧州型中動左派、社会民主主義政党の国際組織である社会主義インターナショナルに加盟している。ありがとうございます。